コビントンはアメリカ合衆国バージニア州中央部南西に位置する独立市である。ジャクソン川とダンラップクリークの合流点に位置している。地域はアリゲーニー郡に囲まれており、その郡庁所在地を兼ねている。2010年国勢調査での人口は5961人だった。アメリカ合衆国省務省経済分析局は統計上の目的で、 コビントン市とアリゲニー軍を一つにしている。ロアノーク市及びセーラム市と共にロアノーク地域共同体に属している三都市の一つである。市内のニュースは1914年8月10日に発刊されて現在も続いている新聞ザ・バージニアン・レビューと AM ラジオ局ワッキーが扱っている。消防機能は1902年3月4日に認証された。 コビントン消防署が担当している。コビントン救急隊が市内の救急医療サービスを行っている。消防署も救急隊もボランティア組織である。救急隊は1933年に組織され、州内では3番目に古いボランティア救急隊となっている。コビントンの使命は、米英戦争の英雄で、ジェームズ・マディソンやトーマス・ジェファーソンとは友人だったレナード・コビントン。 将軍にちなんで名付けられた。コビントンには豊富な歴史と遺産があり、現在では地域の人口中心となっている。コビントン市の経済は1890年以来市内で板紙工場を創業するミードウェストベーコの影響が強い。約1300人を雇用しており、その大半は市内とアリゲニー軍の住民である。製品としては漂白紙や包装用板紙があり。 アメリカが衆国先海岸では第2位の売上高である。コビントン市にはランバージャックスというバレーベースボールリーグのチームがいる。地域を東西方向の週間高速道路64号線と南北方向のアメリカ国道220号線が通り、鉄道とトラックのアクセスを良くしている。全国的な旅客列車を運行するアムトラックが コビントンから12マイル離れたクリフトンフォージの駅で停車する。カーディナル号が運行されている。アリゲーニー郡とコビントン市は住宅市場価格が低いことで知られている。バス郡のザ・ホームステッド、レキシントン市、ウェストバージニア州、ホワイトサルファースプリングス市のグリーンブライア、同じくウェストバージニア州のルイスバーグ市。 バージニア州のロアノーク市まで、車で45分と近接している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は5.7平方マイルであり、すべて陸地である。地域は、ジャクソン川の両岸にある。コビントン市の人口は1960年の1万1000人が、ピークであり、その後は製造業が衰退して職が失われ、人口が減少を続けている。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。市内には高校1校、中学校1校、小学校1校があり、州が管理するジャクソンリバーガバナーズスクールが1校、技術訓練所であるジャクソンリバーテクニカルセンターもある。またダブニーエスランカスターコミュニティカレッジがある。ありがとうございます。